はい、私白欲しいです。はい、決まりました。はい、すごいなんかさっきのこの羽織とこれと、うん、そうそう、あのコーディネートがしたいです。白のでするんだって。だからまた、はい、ハンさんするんだって。わかりました、聞いてましたよ。モリモリコーデするから、はいはい、早く作りましょう、はい、帰って頼みましょう、はいはい、すぐ頼みましょう。すぐ作ります。この青どうしよう。青するなら白だ。うん、うん、こっちの方がいいですね。ね、うん、でも絶対これだよ、かわいい。うん、ほら、かわいい。かわいい。かわいい。薄い色にでも合うし。森川レースさんに遊びに来ております。はい、どうも、ご無沙汰してます。今年もよろしくお願いします。はい、今年もよろしく。はい。で、何作ろうかなってやつやね。生地見ながら考えようかな。かわいい生地あるかな。まあ、生地は全部かわいいですね。誰もこれもね。あ、かわいいですね。くるみちゃんも意外と来たことがなかったので、一回一緒に。ああ、そうなのね。初めてです。このままへこびになりそうよね。ほんとや。ね、こんなしっかりしとったら。へこびですか。このままへこびになる冬の。え、私にしたらオルンさんと変わらんのやけど。あ、そうですか。うん、変わらん、この感覚。なるほど、かわいい。絶対滑らないへこび。閉まる、閉まる。そうそうそう、閉まるけど回せないって。そう、ま、回せないっていう。こういうスカートありそうですね。あるね。これ比較的新しくあったもんですね。あ、そうなんですね。うん、あの、しっかりしてる。うん、相当、ツイードをイメージしてレースですね。うん、ツイードレースって勝手に名前。すごいしっかりしとる。色違い。すごいしっかりしとるもん。赤モケコ。あ、モケコだ。かわいいモケコね。売り切りました。あ、この子かわいい。かわいい。新モケコ。新モケコ。名前がさ、これでいいん、これでいいん。なんかうちのパン屋と似たような名前の付け方やけど、いいんかな。うん、いいんかな。なんかちゃんとこうね、パン焼く前に塗る、こう、塗り玉みたいなのあるんだけど、うんうん、あれはもうテカリンとか、勝手に光るから。テカリンって昔なんかあった薬みたいな。そうそうそう。で、パックシーラーのガチャンってするやつはガッチャンって言うし、そのガッチャン取ってって。このパン屋は言葉がおかしいみたいな。マネージャーがブツブツ言っとって、女の人しか働かなきゃそんなもんだよ、みたいな。でもなんかやっぱりピンとくる。そうそうそう。一発でピンとくる。頻繁言われてもえってね、ありますから、やっぱ一発でピンとくる擬音入っててもいいかなって思いますね。一番古い人が全てにおいておこな取ってっていうのが、それがパセリなのか小麦粉なのか、そう、わからないの。全然。粉糖なのかわからない。おこな取ってっていう。この人の雰囲気で、そう、これかみたいな。出すのが楽しいっていう。これすごい好きな色合い。ねえ、これかわいい。ねえ、かわいい。かわいいね。格子の中に花。あ、四角の中に入っているんだ、花柄が。森川レースさんを二度染めみたいなのがね、すごい。隙間ありますから、これだったら、うん、オリジナルのカラー。あ、本当に、うん、もう対応可能ですよ。この辺だったか、山田さんとのものにしない。そうです。そうですよね。そうです。こっちですよ。別にいいですよ、あの、そんな気を使わなくて。綺麗。帯でもいいよね。ちょっとわざと付けさせて。うん、かわいい。これちょっと安いですか。かわいいな。かわいいよね。黄色いよ。パルスポリ、パルジオ。パルジオ。また出た。また勝手に名前作って。ダメやがいね、勝手に名前作ったら。
何よ、ハルジオンって。ヒルホテルか。すごい。まあ、ダメだ、全部へこびに見える。病気かも。私、病気かもしれん。どうしよう。病気でしょ。病気だよね。へこびを作るしかない。あ、何これ、軽くもけこやん。軽くもけこ。つまりもけこ。軽くもけこ。この辺全部アンダーって、アンダーってシリーズ。うん、全部そうです。あ、そうですね。うんうん、あの、お使いいただきます、それが。今この中に生地があるものって、どこら辺？ですね、大体ある。大体ありますね。かわいい。これでも二重なんですか？二重やね。だってしっかりしろ。小型であるんで、あの、二翼染め、ない、このチェックの部分と花の部分と色分けして、まあ、あっちの方にサンプルあるんですけど、あんな感じでオリジナルでもできます。これ、マッケーさん。帯、実は作ってるんですけど。あ、今日してます。あ、今日してるんですか？あ、本当だ。すごい。帯してる。帯売ればいい、ね。そうなんですよ。あの、寝かせて寝かせて。寝かせる。学生した頃若旦那のあの。俺のせいにしないでください。もう、黄泉の国まで持ってかれてしまう。大変や、寝かしすぎたら。出しましょう。レース帯。うん、レース帯。これもうへこびにしか見えない。これの方がへこびに見える。うちら病気かもしれん。もう全部違和感がちょうどいい。もうなんかちゃんと見える。これメンズかっこいいかもしれない。あ、かっこいいね。うん、かっこいい。しかもなんかそんなにあの絞りみたいにいっぱいならないし。これへこびね。すっきりと男性もいいかもしれない。うん、モタハンさん好きな締め心地系なんじゃない？はい、そうですね。なんかそうですね。写真も一緒に撮っていいですか？うん。すぐ忘れちゃう。へこび。これです。何ですか？どうしても合うのね。僕ですか？うん。いや、この色もいいなと思いましたよ。かっこいいですね。ガチャ系でなんか。いいと思う。ねえ。もうかわいい。してるイメージがないけど。これじゃないよ。これはしないけど。お客さんにね。お客様かい。お客様。あ、これさっき見とったやつの白や。うん、そうそう。これめっちゃ可愛い。白となんかちょっと黄色い。こっちにはいっぱい、この、これ可愛い。うん。可愛い色。これ可愛い。すごい可愛い。写真出てるとすごいな。青か。青か。レンズもいける。この色なんかめっちゃ。これが可愛いよね。シルトルで。茶色？うん。茶色とオレンジの。さっきもなんかこんな色合いじゃないですか。可愛いレトロブラウン系の。あ、一緒ですね。これ離れてますけど。うんうん。それはそうですね。はい。これちょっと。グレージュ、あ、ごめんなさい。うん。2種、2色。ですね、ですね。この人たち、仲間さんです。仲間です。そうです。あ、かわいい。これもいいね。これなんかちょっと色が入ってていいですよね。うん。で、洗ったらギュってなる？この人。そうですね、そうですね。洗ったらか。ナイロンは？うん。基本的に縮みますね。ギュンってなるか。あらかじめ水通しすれば止まりますけど。ああ、なるほど。水通しすればいいですね。ほこほこなる感じ。うん、そうです。ああ、なるほど、なるほど。ドライですかね。これ全部、水通ししてもやっぱりなりますよね、ちょっとは。あ、これが一番わかりやすい。あ、本当や。全部一緒です。ナイロン。そうですね、ナイロンコットンです。黒もあるんですね。うん、黒もありますね。黒どっかで見たい。これじゃない。あ、それだよ。それでした。これこれ。黒。これ黒ネイビーですね。あ、ネイビーなんですか。うん、ちょっとダークネイビー、ちょっと黒っぽく見えますけど。可愛いな。何可愛かった。おお、可愛い。可愛くない。かわいい、かわいい。これ、羽織にしたらかわいいよ。いいですね。ねスケスケのやつ。あ、こちらからモタハンさん。あ
超よ、超あ。あの自然乾燥させる。水玉ちゃん可愛い。自然乾燥してるんですよ。はいはい。あ普通引っ張って、はいはいはい、熱で固定するんですけど。はいはい。そうしてないの。テンターでかけ、テンターにかけずに。かけずに。じゃあ大丈夫かもしれない。うん、大丈夫かもしれない。縮んでる感じありますか、ね。はいはいはい。これ白かわいいかも。うん。もう合皮にしか見えなくなってきた。うん、病だ。合皮にしましょうか。そうしようか。これも縮む？これそのまま洗ってこんなこういう状態になるの？これも多分引っ張ってこれも縮んでますよね。ですね。これは一応あの引っ張って加工して あの。PU、あの、ストレッチ入ってる糸が枠に入ってるんですよ、うん、この。ですから、キックバックして、こう、もこもこっと、こう、ポコポコと、面がついてくれなくなって、もこもこすると。洗えますか？洗えます、ね。必要ですね、やっぱりこれ。うん、洗うともっとフシュフシュするってこと。そうですね。これは、ちなみにどっちが表ですか？こっちかな？ですね、あ、うん、こっちですね。こっちですね。洗えますかから。洗えますか。そういう番組みたいな。これは洗えますか。これはこれもこれもレースマンス、ね。そうなんですよ。もう穴がないんですけど。ね、めっちゃごっついっすね。うん、なんか、うん、デニムみたいに見える。ね、かっこいいですよね。それかっこいいですね。だからあそこですよ。ワイヤヤマトさんか。うん、着物にしてるんですよ、この辺としか。あ、そうなんだ。うんうん、なんかうちアンダンテのコンセプトとして別に、うん、基本的にレースに見えるものを作らないと、はい、うん、編み木でレースに見えるものを作らないっていうのはちょっと挑戦的な、うん、でも穴閉じちゃったやつですよ、うん、私が穴閉じちゃった、穴閉じちゃった、できるんですね。できるんです。洗えますか。これは多分あのいけますね。ここまでやっちゃう。もう縮みようがない。そうですね。もう水通してからは。パリパリコの差し子。差し子みたいな。そうです。名前も差し子です。そうです。差し子レースっていう名前です。すごいなこれ。糸変えれますね。変えられますね。あ、うん。変えられる、これ来た、はい、変えられる、変えられるって差し子の着物、変えられませんね。変えられませんね。即やろうと、これ木端あるので、これでしたらこのパターンで変えられますね。地と、うん、こっちもですか。こっちもこっちと木端は、あの、もともとは同じ生地なんですよ。で、染め分けすることによってこの2色出せると。それとこれは柔らかさが違うのを気にせ、ですね、これはですね、ちょっと違うんですかね。うん、これは染色してあります、うん、こっちはきなり精錬、実は先染めの、うん、ネイビーを入れてるんで、うん、それでなんだ、バジルで染料の感じが違うんだ、うん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 、あ、だから裏が白。そうです、はい、なるほどなるほど、うん、こっちの方がデニムっぽい、うんうん、かわいいですね、うん、ね、なんか縦縞、縦縞、かわいいかも。いっぱいいろんなパターンあるよっていう。そうですね、細かいのよ、ちょっとプツプツよ、ざっくり作ってみよう。作ってみよう。生地をいただけるかわいい、私差し込み持ってるんだけど、ビューンって伸びるのがいい、あれなんだけど、伸びるんですか、あ、ここ、あ、うん、これは伸びないですね、さすがに。あ、ピンって出ちゃうってことですか。思いっきり引っ張ると抜けてくると思いますから。そこまでは、そこピンポイントで引っかからない限りはないかもしれないですね。うん、そうですね。あるブランドさんはここ止めましたね。ここ浮いてるところを、あえてこう止めてくださいという形で別注で。なるほど。やったことは。めっちゃ大変ですよね、止めるの。だったらこのランダムに山ほどある方が1個引っ張られてならない。出てる、これ出てるって分かりますよね。そうそうそう。これだったら1個出ても他から変えられる。大丈夫。そういう柄なんかな。柄なんかなって。おー、これかわいいよね。なるほど、差し込むね。差し込むね。これ？これ新しいですよ。うん、これかわいいよね。うん、
作る。ちょっとじゃあ帯とか羽織とか作りたいですね。チョイスして当てて遊んで。作んなさいよ。当ててみます。はい、作ります。はい。ね、見てこの高級モケコ。アーガイル。ちょっと大人のモケコじゃない。本当に透け感ありますね。ね、ちょっと大人モケコよ。ちょっと色気がある。大人のモケモケ感。本人の大人です。大人。ぜひ当ててみましょうか。見ますか。持ちましょう。みんなトラ。え？トラ。あ、トラです。あ、俺もトラでした。かわいい。何作るのかな。何作りましょう。追いかけないでください。追いかけないで。あ、それヘコビも忘れてましたね。ヘコビ。ヘコビは。ここだ。これは。めっちゃかわいい。あ、すごい、めっちゃかわいい。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 それは作ったほうがいい。これは作ったほうがいい。これはかわいい。これは絶対かわいい。うん。これはかわいいわ。早く春来い。春前に作る。ああ、そうですね。もう作ろう。はい、もう作ろう。青。青。まあ、青はかわいいけど、赤のかわいさには勝てないかもしれない。うん。めっちゃかわいい。やっぱりちょっと茶色流行りだよね。ああ、流行りなんですかね。赤茶系ってことですかね。うん、かわいいわ。へえー、これはかわいいな。じゃあ香りしたら。香りしよう。おしゃれな香りですね。さっきの白の。ん？こっちやったら白。白のグレー。白。グレーだな。そうそう、それすごい。あ、それも多分好きな人好きだと思う。うん、あれはかわいいね。うん、白、真っ白じゃないもんね。うん、ちょっと気なりというか。うん、かわいい、うん、結構透けるね。結構透けるよね。うん、かわいい。黒とかだとちょっとかっこいい感じになるもんね。うん、うん、うん、羽織にするの。これは羽織にしたいですね。うん、着物。上っ張り。あ、レースの、うん、ああ。私持ってるよ。すごい色っぽいねっていつも言うの。何にも透けてないか。そうそう。何にも透けてないんだけど、すごいよ。羽織でも、羽織でも、わっぱりでも、どちらもいけますけどね。うん、あ、ポケットなしだな。うんうん。ね、いけるいける。続きまして。おしゃれわっぱりだね。それ帯だね。帯ですね。おしゃれな帯。どうだ、こっちが表らしいですよね。ゴムついて見える方が表かな。うんうん、あ、そうなんだ。あ、もう全然へこびじゃん。うん、へこび、へこびでしたね。へこびでしたねっていうのは、森川さんに失礼かもしれません。へこびあった。こんなに身近にへこびが。あ、それもかわいいかも。かわいい、ね。かわいい。ちょっとへこびしようかな。そろそろ。そうだね。へこびしたら、交尾してないんですよね、僕も今まで。チャレンジしてないというか。ああ、そういえば見たことない。うん。私もね。それこそ、オールンさんのへこびしようかなと思ってたんですけど。うん、私も結び目がいっぱいあるのが嫌だから。いいんじゃない、それも。交尾しても前で結んで。変わっていい。もう。交尾なのに。変わってます。ここで結んで。ここで結ぶっていうから。体がしんどくて夏場、あーああでもそれでもいいかもしれないですね。こんな感じのいいじゃないですか。もうそろそろ前結びでいいんじゃないの、そういうの。何がですか。あーあー、そうですね。いいじゃないの。そうですね。そうみんなやってる。めっちゃいいよ。めっちゃいい。うん。戻っちゃうけど。T シャツもそんなめちゃくちゃあるわけじゃないから、ちょうどいいかもしれない。うんうんうん。確かに。それは面白い。洗ってみて。いや、もう、いや、水通しはした方がいい。うん。そして、でも、このまま縫製するだけかもしれない。縫製ってロックですよね。ロックだけですね。これはロック。これ、この幅。
ではない。違うんですよ。160。いや、ね、ストレッチ入ってるんで、ちょっと100か110か、このぐらいになっちゃうかな。足をロックすればいい。巻きロックだね。多分、これも。あとこれ。これ帯にもなると思う。帯にも可愛いと思う。そう。帯かな。ひらひら帯かな。可愛いね。うん。可愛いと思う。いい。羽織とかでもいいかもしれないですけどね。羽織キラキラ系だ。キラキラ。夜空っぽい、夜空みたい、夜空みたい。ちなみに本銀本金なんですよ。あ、めちゃくちゃいい生地ですね、じゃあ。シルクも入ってましたよ、ね。シルクは、シルク。しかも天日干し、しかも天日干ししてるんじゃないですか。すごい、めちゃくちゃ手間がかかってる。これはまずい。これはまずいぞ。なんか着物を超えてしまいそうな。数量的にはもうごくごくですから、はい、かわいい、かわいい、すごいかわいい、あーいいね、それ着物いい、着てるみたいな、うん、着てる、こっから撮っていただければ、普通に着てるみたいな、着てるみたいな、着てるね、着ちゃってる感じ、着てるね、こんな感じでしょ。来てるね。来てますね。ちょっと古系だね。ちょっと面白いラップやつ。なんか大丈夫。うん。これ面白いね。ブルブルってなって。うん。そうなんですか。あ、面白い。あ、それかわいい。その色かわいい、うん。こっちの方が面白い。うん、ほら、ブツブツブツってなんかブルブルブルってなって。引っ張られてもわかんないよ。こっちより整然としてないって感じ、糸が2本、2色になってるのね。あ、ここが。ここが糸2色入れてくれてる。何？面白い。これはコットン、ナイロン、シルクです。シルクはどこに入ってるんですか？シルクはこの衣装紙ですね、この方が。あー、これはなんか。はい。かわいい。投資したら止まるでしょ。大丈夫ですね。うん、かわいいね。ね、なんかデニムっぽいけど。そう、ぽい、ぽい。デニムじゃないよっていう。うん、ちょっとかわいらしさを思い出すが。軽いんですか？軽い。これ染めは何なんですか？あ、本当だ。これは、あの、先染めの糸を使用しているので、静電のみです。あ、静電のみ。はい。すごい、ふんわり。そのままの。前なんかインディゴ染めしてませんでした？前なんかインディゴですね。インディゴ染めしたのもありますね。あの、なんかしてます、この辺、この辺そうです。ああ、それがインディゴ、はい。なんかすごい、たくさん作れそう、作れる、作るものというか。いろんなものが出てきて。それは、これが一番だ。これ一番。高さんもね、デニムっぽいこれでほら、着物気分したら、ね、着物気分もいいかもしれないですね。シュッて、シュッて切れます。じゃあ、褒美でしょ。そうそうそう。餌が持ってる。どんどん離れてる。着物気分は着物です。それも。そうです。謝らされた。かわいい。ごめんなさい。着物気分は着物です。なさい。強気だと思ってます。謝された。何をおっしゃってるんですか。着物ですよ。何を今までしてたんですか。何ですか。これはいいね。これすごい、絶対着物。これなんかすごいすっきり見えそう。でなんかここがちょっとぷくぷく、なんかここもあれですよね、チュン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 って。そうですね、ちょっと糸入ってるんですよ、すごい細かい、うん、細かい、見えてるかな、うん、後ろには出てないんだけど、ほんとだ、そうなんですよ、表に出てるんや。ここがさ、よく見るとこうギザ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 っていうなんかこう、うん、表情があるんだよね、この生地、うん、ほら、全部ギザギザの山形になって、
この子もね、見たらあるけどね。あ、ここにもあるんよ、うん、本当よ。こっちの方が可愛い。へぇ、着物にしたら、この子も完全に普段着。いろんなものが、ね、できちゃいそう。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。これも160cmか。そうです。だいたい160ですね。みんなそうです。はい。160の方が結構幅取れちゃう。結構みたいにそれちゃうとちょっとね、入っちゃう。はい。はい。着物気分でって言ってた。そうですね。広幅なのね。うん。本当に。着物気分。自由自在です。そうそうそう。カットもしやすいやろうし。着物気分で売ればいいんだよ。あ、出来上がった。出来上がっちゃった。可愛いね。これは可愛い。森川コーデ。あ、いいですね。めっちゃいい。MM コーデ。なんか今時のコーデ。森川さん、モリモリコーデだもん。モリモリコーデ。あ、モリモリコーデだ。かわいい。あ、かわいい。その動画を撮ってください。かわいいね、これすごくいいわ。うん、誰にないで、サルさんに早く作らんにゃ、後でお願いします。教えてください、いろいろと。そうだよね、水通しして。そうですね、やっぱそれぞれ、それぞれちょっと水通しした方がいいですね。それで仕立ててもらったら、うん、多分それ以上はレースって縮みはしないから、うん、ただちょっとポコポコなるだけだしね。これ何気にできてる？コットン、ナイロン、シルク。シルク。あー。コットンがほぼだから、だから、あれだね。そんなに縮まないんですか？うん。あの、多分に、あの、なんていうの、通気性が、うん、ナイロンが多いとさ、汗っぽくなるけど、うん、それはないよね。着心地はいいよね、絶対。うん、気になる着心地。あ、これ、うん。着心地いいと思うな。これね、今メインシルク着てて。あ、そうなん？そう。なんかシワにはなりやすくて。あ、もう全然違うよね。そう、これだってレースで折ってるもんね。うん、ふわっとして、うん、こっちの方が結構腰が良さそう。だってこれはだって縦糸があって横糸をこう入れて折ってくやつだけど、この子は糸を全部折って交互に。すごい鍵が作りましたみたいな。その違いだよね。ふんわり感は全然。すごい鍵針だから、こちらの想像できる限りの。あ、これだと春っぽく見える。うん、はい、ね、なんか個人的にはやっぱ私もそっちの方が多分合うと思うけど。これなんか白いのはすごい需要があるんだよね。あるかなとは思うんですけど、白を使ってくださいっていう声はやっぱ多いですよね。なんか白に憧れがある人が多い。なんか白って割とみんな買ってそうなイメージがある。白か黒でしたもん、最初なんて。ちょっとなんか白く見える。だったら花嫁衣装着ろよ。これなんか、はいはいはい。私これめっちゃ可愛いって思うんだけど。帯する？帯がいいな。帯ね。可愛い。なんか今レースに取り込みたい。こっち？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 絶対可愛い。決められましたね。当てて。絶対可愛い。今日黒でした。可愛いよね。高級。いい。高級ですね。かっこいいね。神戸のいいんじゃない。この
ゆるみちゃんが今してる方ってちょっと見せてもらって。あのやつ。厚みって何枚？割と厚い。割と厚いよね。うん。しっかりしてる。どうですか？あの、くじ引きみたいな。クラフトマーケット、はい、あの、気持ち別に、はい、年末あったんで、あ、あの、さっきの、はぎれに、はぎれに行ったんですよ。ああ、そうなんですか、こうやって。こうやって、これ一つ500円で販売したの。いや、そうなんですか。そうなんです。はぎれ市が、うん。どうしてもやっぱちょっと、あの、なんですか、取り切れない部分、はい、残っちゃう部分があるんで。同じ別院っていうのは、私の水質。大仏の。あ、大仏の。ああ。うん、かわいい。かわいい。マーケットがあったんですね。そうですね。わ、いいね。なんか、スケスケるかな、でも。スケスケ羽織。結構スケスケですよ。スケスケ。スケスケで悪いか。なんかいろいろ怒られるね。いろいろ怒られてる気がする。すっごい好きな青。青ばっかりじゃん。なんか目がおかしいんだ。青美味しいなんだよ。落ち着かせよう。ちょっと。もこもこしてるね。さっきのワイン。うん、あれ可愛いですね。こうしましょう。はい。はい。ありがとうございます。はい。なりました。ここら辺で。ここら辺で。なんかします。サンプルを作って、よかったら販売。はい。すごいね、なんか、デニムじゃないよ、レースだよっていう。うん。あ、いいですね。ね。キャッチフレーズ。キャッチフレーズ。そのまま使っちゃうんでやめてもらって。もうそれでなんかもう植え付けられてる。それより出てこない。手がカットにいっちゃうんでしょ。あ、書いちゃった。はい、書いちゃった。着物の家地盤です。あ、いいですよ。あ、いいですよ。ちょっと並べる。並べます。いや、僕の中で整理しないともどうしたい。いやいや、大丈夫、あのまた半さん、どうしたい。この子は青、オレンジで、この子は青です。これ何色なんですかね。んこれは何色かなと。オレンジまでいかない。オレンジですね。赤よりも朱っぽいような、レンガ色、あ、レンガ色。で、この元のチェックのところは結構茶色というか、茶色、ね、焦げ茶、うん、茶でもないね。か、絶妙な色っすよ。スズメ色みたいな。スズメ色、確かに。スズメ色ってどんな色ですか。スズメです。スズメの色。スズメの。の茶系。茶系。今日朝ちょうど見たわ。スズメ。あ、そうなん。スズメの大群。あ、見た。パタパタパタって飛んでいくやつでしょ。りょうちゃんがわーって。かわいい。いい色だね。ちょっとノスタルジックな。うん、そうそう。なんかね、いいですよね。そうですね。ちょっと配色してる。うん。レトロな感じ。かわいい。それ3色ですか。そうですね、ヘコビーですね。どんなのができたりですね。どんなかな。どんなやろね、わからん。ヘコビーあんましたことないから。すみません。するっぽい。縦に伸ばしても、縦に伸ばしても、だいぶ一緒なの。いや、違うな。うん、違いますね。やっぱ縦やんね。うんうん、そしたら、あれやんね、最低でも4メートル。うん、4メートルででも、結構後ろふにゃんとなりそうですね。うん、ふにゃんと系な感じ、なんか前でふにゃんのが可愛いかもしれない。前でふにゃんとさせる帯でもいいかもしれない。リボン使ったりして、前でふにゃん。とりあえずこれをその巻く、巻いてみたいですよね。40〜50cmの幅に切ったのを、巻く。どんな感じになるか、ね、サンプルですね。とりあえず4メートルずついただかないといけない。そうですね。4メートルずつ作ると160センチ幅があるので、何本も取れるんですね。3本、3本は取れるかな。
キュッてなっても、ね、うん、3本ぐらいは、うん、取れますね、うん、で残ったので僕が加工日みたいなコンビニですけど細めのそうそうそう、うん、やってみたらいいんじゃないですか。そうですね、やってみましょう。後で相談させてください、はい、私白欲しいです。はい、決まりました、はい、すごいなんか走り感が私白欲しい。ぐいぐい、マキエさん。ぐいぐい。私これ。だいぶ変わったね。だいぶ変わった。パワーアップしてきたね。なんか、大阪にいた頃の女子会を思い出す。さっきのこの羽織と、これと。うん。そうそう。あのコーディネートがしたいです。白のでするんだって、だからまた半々、はい、するんだって。わかりました。聞いてましたよ。モリモリコーデするから。はい。早く作りましょう。はい。帰ってから飲みましょう。はい。はい、すぐ頼みましょう。すぐ作ります、ね。はい。この青どうしよう。まあ、でもやっぱ赤かな。赤っす。赤っすね。うん。青するなら白だ。うん、うん、こっちの方がいいですね。ね、うん、でも絶対これだよ、かわいい、うん、ほら、かわいい、かわいい、かわいい、薄い色にでも合うし、うん、じゃあもうそっちだけで、めっちゃいいそっちだけで選ばれない、選ばせないもう選んでももらえる。かわいい、あ、かわいい、あ、かわいい、きれい、きれい、うん、すごいきれい、あ、かわいいね、ね、華やかになるし、華やか、なんかお正月も着れそうな、ね、なんか冬も着れそうな、春も着れそうな、結構いつでもね、着れるよ ね、 うん、いい、そう、びっくりした、裏青いと思ったら青い生地が垂れてるそうですよ、そうそう、そうですよ、違う、はい、青いとやっぱちょっとなんかね、やっぱそうですね、やっぱくるみちゃん、あっちのが可愛い、うん、だね、かわいい、うん、忘れちゃう面白い、年明け早々のモタハンさん面白いよかったね、面白いって言ってもらえて、ありがとうございます。すぐ連絡。帰って連絡します。すぐ連絡。はい。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ということで、はい。楽しい森川レースさんの様子でした。はい、商品になるの楽しみね。楽しみです。ねえ。すごい、すごい圧がかかって、もうなんか逆光で真っ暗になって、いい感じになってるよ。ザーンみたいな。はい。ということで、もたはなさんと、森川レースさんでした。いただきます。はい、バイバーイ、バイバーイ。はい。どっち言うの？はい。はい。新しいバージョン。うんうん。2022年バージョンで。はい。はい。はい。では。はい。チャンネル登録は？こちら。こっちやろ。あ、はい。こちら。